今ここは浅草ハウスの、入り口のところにいるんですけど、大体、原発の敷地から1キロぐらい中に入ったところです。後ろにはもうかなり工事が進んでて、大きな巨大なクレーンが今立って、建物もだいぶ夏のマグロックの時よりもなんか進んでるよね、はい、感じが。確実に工事が少しずつ進んでます。なんか屋根みたいのもこの間来た時はなかったので、本当にどん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 なんか作られていってしまってるなっていう感じがすごいします。ここはこのフェンスで区切られてますけども、本当に私有地がまだあるのに工事が進んでるっていうおかしな状況なので、ここは絶対見てほしいですよね、みんなに。ね、浅草ハウスから原発の炉心までは300メートルしか離れてないんです。そういうところに、こういう原発を建てて、しかもどん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 進んでるということ、こういう現実を、皆さんに見てほしいです。昨年は、放射能の問題とかもちろんいろいろ問題なんですけども、この進め方も本当におかしいっていう、順番がおかしいっていうか、順番正しくしてもダメなんですけど、それにしても本当にこうやり方が汚いので、そういうのをこの浅草ハウスに来てもらえれば、多分みんなが実感、なんか生で感じれる場所ですよね。だからみんなに見てほしい場所ですね。なかなかこれ、例えばなんかずっとこれビデオで撮ってきてみても、実際に来てみて肌で感じるものと全然違うと思います。なので、日本中から、もっと言えば世界中からここに、たくさんの人が集まってきて、こういう現実を見てほしいです。大間原発はフルモックスっていう、世界で初めて の原発なので、そういった安全性も含めていろいろ問題はあるので、そういうことも、ロックフェスなんですけど、音楽を通じていろいろ感じながらトークも入れて、いろいろ本当にいろんな知識も得られるし、楽しめるような、場所にしたいなと。でエネルギーの問題っていうのは、僕らの問題でもあるんだけど、僕らのもっと後からの世代、これから生まれてくる子どもたちや今の若い人たちがもっともっと考えなきゃいけない問題だと思います。そのために、ロックフェスという、みんなが楽しめる、イベントを通して、この原子力のことをもっと考えてみようということが、このマグロックの趣旨となってます。一応大間なんでかなり遠いですけども、本当遠いです。本当に、今日さらに感じましたけど、でもいろんな人が来てもらえるような、そういう場所に、特別な人だけじゃなくて本当にみんなが気軽に来れるような、ことを考えてますので、ブログとかいろいろ見てもらって、本当に楽しんで、やっぱ楽しくないと続かないっていうのが僕たちはいつも合言葉でやってますので、ただ締めるとこはギュッと締めて、真面目に伝えるとこは伝えて、で楽しめるとこは楽しんで、メリハリつけて、やっていくことが大事だと思うので、このマグロック、大マグロックが、大マグロックが、これからもずっとやっぱ続けていきたいので、まずは来年のちょっと規模を拡大しますので、一つの節目というか、そうですね、になると思いますので、なんとか、何が成功かわからないですけども、自分たちができる限りのことを頑張りたいというふうに思います。で毎年少しずつでもいいので、大きくしながら